流れ星見るの楽しみだね。僕の計算によると山のてっぺんで見るのが一番綺麗みたい。地図確認、近道があるぞ。こっちだ、ついてきて。ああ、こっちじゃなくていいのかな。絶対流れ星には間に合うよ、任せて。嫌な予感がするな。別の道に来ちゃったんだよ。これじゃ流れ星が見られない。流れ星は見られるよ、ここから出られるもん。どうやって？いいアイデアがある。無理無理、誰にも聞こえっこない。はあ、僕の計算だと間違いなく流れ星は見られない。水をかけたらどうなる？わかんない、ドロドロになるんじゃない？その通り。じゃあドロドロになったら泥が流れ出す。よし、じゃあ早速やってみよう。アシュ、水だ。いい感じ気をつけて、崖だよ。これ崖じゃないよ、ジャンプ台だ。それ本気で言ってる？信じて、ディグレ。今回は失敗しないから。すっごい近道だったね。お、見て！お、この場所最高だね。流れ星ちゃんと見えた。ごめんよディグレ、君の言う通りだ。次は近道なんかしない、多分ね。宇宙、これは我々が住む太陽系。宇宙ってすごいよね。宇宙人を買っちゃった。これは水星です。オレンジ色だね。海王星は青、そして土星は黄色い星で輪があります。そしてこれが火星だよ、赤い星です。地球のご近所さんですね。火星に行ってみたい。いいねバスター、惑星に行くのか。火星に初めてタイヤの跡をつけるバスになれる。気をつけて、小惑星だよ。宇宙は楽しいね。行けたらいいのにな。僕はスーパーバスター。ロケットみたいに宇宙を飛んじゃう。そしてスピーディースカート。ビューンって飛ぶ姿はまるで車だよ。それじゃあ宇宙を探検しよう。ブリンブルーブブルーバトープブー。こんにちは宇宙人さん。ブリブリブリバブルー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 ピッブー。そっか、それはとっても悲しいね。待って、なんて言ってるかわかるの？わかるよ、迷子になっちゃったんだって。だから帰り道を一緒に探そうよ、火星への。赤い星だね。そうだよスカウト、出発。
ここじゃない。青い星は海王星だ。ブリーブルー。今のは宇宙人語で海王星だよ。僕が宇宙人ならここに住みたい。ここ土星だね。ブルブル。そう、土星だよ。気をつけてスカウト、小惑星がある。しっかり捕まって、揺れるからね。さあ進もう。火星だ。赤い星だね。ブリーピブルー。やったね、お家に着いた。ブリーピブルー。楽しかったね。僕だよ、スーパーバスター。僕は世界一勇敢なバスだ。私はスピーディースカウト、史上最速のレースカーなの。僕はパワーショベル博士だよ。優秀な頭脳で掘りまくるんだ。おお。僕も飛べたらな。でも高いところ苦手なんだ。こっちに来て。パワーショベル博士に考えがあるんだ。ほら見て、僕の最高傑作、パワーショベル博士のターボフライヤー。あ、リプレイ。パワーショベル博士だって。ごめん、じゃあパワーショベル博士、あ、これってトレーラー。絶対飛ばない。何百年待ったところで飛びっこないやつだよ。でもこれはただのトレーラーじゃない。巨大な風船でちゃんと飛べるんだ。うわー、バンディット。うわー、この風船すごいな。水を入れて空飛ぶプールにしようよ。触っちゃダメ、これ飛ばすんだから。でも僕はスーパーバスター。スーパーバスターは高いとこも平気なんだよ。下ろしてくれ、高いところ苦手なんだ。バスター助けて。どうやって降りるの。ああ考えてなかった。ああ何か考えなきゃね。でも下を見ちゃダメだ。下見ない、下見ない、下見ない、下見ない。僕の計算だとこのままじゃ宇宙まで飛んでってしまう。うわ、力を合わせればなんとかなるって。あは、バスター取って。おう、あは。ああ、バンディット風船割って。無理、怖い、動けない。君は勇敢だろ、バンディット。できるってば。僕らはできる。あああ下がって、下がって。ターボフライヤーが着陸だよ。うわ、これ楽しかった。怖かったけどすごかったよね。それに分かった、バスだって飛べるんだ。僕は世界中で一番速いバスになってみせる。目的地は月だ。僕の計算によるとね、このトンデケロックスターロケットで超スピードが出る。少しだけ調整するね。もういいから早くしよう。位置について、よーい。ペンキ塗ろう、ペンキ塗ろう。うん、うん、ラブルさんごめん。うわ
落ち着いてマスター、キーカードがある場所知ってる。あー多分。ねえ開けてよ。もう大丈夫よ、キーカードを見つけたから。ダメダメダメだ。あーほんとついてない、最悪最悪最悪。ねえ返して。あーもうどうしたらいいんだろう。落ち着け落ち着け落ち着け。落ち着こう、怖がってるよ。あんまり騒いじゃダメだよ。ほら深呼吸して考えよ。僕たちが空を飛べないなら小鳥さんに降りてきてもらおう。あチュン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 。どうもありがとう小鳥さん。バイバイ、またね。おい、お前たち一体何をして遊んでいる。ダブルさん、スピード落として。しまった、閉じ込められた。ここから出せ、早く早く早く。大丈夫よラブルさん、私たちが出してあげる。だからもっと落ち着いて。絵を描いてるんだから気をつけてバンディット。スカウトが鬼、みんな逃げろ。待て。戻ってよ。捕まえられるかな。目が回っちゃった。まずいぞ、どうしよう。僕の絵が、絵が。バンディット、あなたがやったの。え、僕は何もしてないよ。バスター、僕本当にやってないんだ。バスター、来て。アッシュ、元気になる絵を描いたよ。見て、アッシュと恐竜がいるよ。アッシュ元気ないな、どうした。僕の絵、バンディットがタイヤで踏んじゃったんです。僕じゃない、僕やってないよ、本当だって。それは本当かいバンディット。自分がやったことを認めるのは大事なことだよ、たとえわざとじゃなくてもね。あのアッシュの絵を踏んじゃったのは僕です、ごめんなさい。わざとじゃなくて、スピード出してたから見えなかった。バスター、なんで言わなかったの。怖くて言えなかったんだ、ごめんねバンディット。君のせいにするつもりじゃなくて、ただ本当に怖くて。別にいいよ、許してあげる。君はとっても優しいねバンディット。バスターも自分の間違いを認めるのは簡単じゃない、認めるのは勇気がいることなんだよ。よくやった。じゃあみんな集まって、どうすればアッシュの絵を元通りの綺麗な絵にできるかを考えようじゃないか。アッシュの番だ、オレンジ色塗って。黄色に緑、青、さあできたぞ。これ虹だね、タイヤの跡が隠れてる。うわ、前より素敵になってる。大きくて鋭い牙。
しいうなり声ガーそれってモンスターあの森の大丈夫さアッシュ、モンスターなんていないよ。本当にいないと思ってる？それとも怖いから？あ、怖くなんかない。怖いよ。本当にいるかどうか確かめてみよう、探偵みたいにさ。じゃあみんな行くよ。あ、そうだね、これってついていこう。これで誰も森の中には入らないはずだ。これを見落とすなんてありえない。こりゃ一体全体どういうことだ。こんにちは。あ、モンスターさんいますか？僕らはモンスター探偵、本当にいるんですか？うわあ、バンディットも怖いの？あ、怖くなんかない。みんな地図がうまく見られない。あのちっこい車たちを見つけたら早いとこ。うわぁ、何だろう。きっとただの風さ、怖がるのやめようよ。うわぁ、あれモンスターだ。本当にいた。早く逃げろ。バンディット待って、危ない。モンスター助けて、動けない。モンスター。そこで止まって、モンスターさん。僕はモンスター探偵、あなたなんて怖くないです。僕は怖いんです。だからどっか違うところに行って。え？あ、モンスターの正体はダブルさんだったんだ。何がそんなにおかしい。迷子になった。なんとかして元の道に戻らなくては。タイヤの跡をたどればいい。ねえバスター、ありがとう。本当、君に助けてもらっちゃった。いいんだよバンディット、バスは仲間を置き去りにはしない。それにモンスターなんかいないって分かっただろ。これで任務完了だ。もちろんモンスターなんかいるわけがないだろうが。うわぁ。見て、ピカピカになった。いいぞ、これでバスビー大王子さんとランチに行っても平気。汚いのが大嫌いなんだ。あ、さあ急いで行こう、遅れちゃうぞ。おいマスター。あ、何？泥で汚れないようにな。うん。おう。すまんな。また洗ってこなきゃダメだね。綺麗になった。行こう。あはあ。わあ、もうすごく楽しみ。王子さんに会うの。いつも美味しいランチをご馳走してくれる。チップスにサンドイッチにチーズスティックに。そうだなバスター。キャロットケーキにパンにレモネード。今日もブルーベリーマフィンあるかな。ねえどう思うパパ。あるといいな。それにピーナッツバターにアイスクリーム、あと、ごめん。また洗わなきゃ。
急げ、遅れちゃうぞ。よしパパ、競争だ。分かった、受けて立つ。ケーキだ。うわあ、おっとしまった。ランチに間に合わない。なんとか間に合ったようだ。よくやったバスター。ありがとうパパ。それじゃ大おじさんと会えるぞ。つまんねえ。パパ、洗車に行かないとね。僕の計算だとね、その歯は今にも抜けそうだ。代わりにロボットの歯を入れないとね。ロボット？それって全部僕のせいだよ。騙されないんだから。一度抜けた歯は二度と生えてこないってみんな知ってるよ。生えてこない？あそこ歯医者さんだ。助けてくれるかも。もう無理だと思う。絶対に行くんだ。アッシュ、スカウト、サイレンよろしく。通れないや。ねえ、どうしたら。どうしたらいいんだろう、パスタ。僕に考えがある。スカウト、君は。スカウト？スカウト！ブンブンブン！捕まえられるかな、ラブルさん。なんとしても捕まえてやるからな。甘えてやるぞ。ごめんねラブルさん、私歯を守らなきゃ。ねえ、まだつかないの？ああ、私もう止まっちゃいそう。きっと大丈夫だよ、もう一息だと思う。あー、バスター？僕たちならできる。でもね、そこにもっと大きな歯が生えてくるのよ。え、もっと大きいのが？ロボットの歯を入れなくていいの？そんな必要ない。さあ、この歯は持って帰って。うわーい、抜けた歯だよ。ロボットの歯よりかっこいいね。次は僕の歯が抜けるといいな。私にも見せて。大きくなったらみんなもお仕事をすることになります。夢は大きく。何になりたい？どうかな、消防車、救急車、学校の教師もいいぞ、先生みたいに。あとこういうレースカーになって世界中の大きなレースに出ることだってできる。いろんな仕事があるね。消防士に、宇宙飛行士に。僕の夢は東大。スカウト何になりたい？私はレースカーになる。スピーディースカウト。それで大きなレースで勝つ。すごいねスカウト、誰よりも速いレースカーになれるよ。
じゃあ僕が実況をするね。スピーディースカウトが大きなレースに臨みます。サポートはバスのバスター。こちらは世界チャンピオン。彼に勝つレースカーはいないでしょう。ターボカーのチェイス・オクタンが登場です。スカウトなら勝てるよ。それでは位置についてゴー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 スカウト、聞こえる？バッチリよ。そこ、右に曲がって。近道だ。抜けそうだ。変な感じ。ああバスター、歯なら勝手に抜けるぞ。でもそれっていつ？すぐだ。抜けた歯はな、枕の下に置くと妖精がコインにしてくれる。金のコイン？ああそうだな。だから我慢しないと。抜けるはず。ちょっと我慢しないと。あ、バスター、歯を枕の下に置くと妖精が金のコインを持ってくるんだ。バスター、うん、歯をどうするんだろう。バスター。何？あなたの歯もう抜けてるよ。え、うそ、僕の歯ないよ。どこでなくしたの？覚えてない。わかんないよ。見つからなかったら枕の下に置けないよ。もう最悪だ。ねえバスター、私たちで探そう。それって探偵みたいに？そうだよ、探偵のバスター。消えた歯事件を調べる。いや、抜けた歯は見てない。それは本当？本当、絶対絶対本当だよ。じゃあそれは何？え？え？落ち着いてスカウト、これはミント味の風船ガムだよ。歯だね。ああ、僕見たよ。本当に？本当。ほら。はあ、バスター探偵、見て。待って、これ歯かな。消しゴムがあった。わーい。バスター残念だけど、この事件は迷宮入りね。警察
転んだ時に落ちたんだね。